まあ、アツシとか来てくれた時はね、なんかそのトレーニングの食事の自分で自炊してんのみたいなところから話したんですけど、うん、ドーベルチームは食事はまあね、家族でっていうことが多いかもしれないですけど、はい、作ったりする人とか、あ、というか、久保ちゃんの料理。あ、そう。あ、まあ、ね、そんな大して作れない人に、うん。美味しい。料理はしますよ長者ってたもん、ね。美味しいですよ。うん、ね。 いやこれね久保ちゃん料理絶対上手なんですけどこれダークホースでズキもうまいんじゃないかっていう説があっもよう自分で作ってるもんねそうっすね自炊して意外とはいツアー期間は何何を作るんですかあの今「沼」っていう「沼」「沼」「沼」「ネーミングがな」「もうせこいでしょ」「沼」「名前がせこい」「キャッチ沼」っていう料理があって何それ自分がつけただけやろ「沼」って名前やついてますよほんまに シャイニーあざさんっていうすごいボディービルダーの方が考案されてて「沼とマグマ」っていう料理があってとママグ最強の筋肉料理というかめちゃめちゃ簡単なんですよ炊飯器に全部お米を0.5合ぐらい入れて鶏むね肉そしてオクラオクラを一緒に入れることによって鶏むね肉が全然嫌気がないんですよ飽きない飽きないパサパサじゃなくなってで水を 最後まででで入れるるんんすすごい量になよ最終的に鶏の形も全部もう何もなくなっちゃってそれが沼みたいな沼に持っていく喋り方だねニュアンスニュアンスそれをマグマはそれにトマトが主流メインとなってやるんでまあその沼がカレー粉なんですよ茶色いちょっと見た目ちょっとやばいんですけどそれが赤いとマグマで。 茶色いと沼でみたいなほとんど一緒なんで一緒です一緒ですだから味がちょっと違うはいでもじゃあだから肉体にいいやついいですみたいな感じで食べてもらいましたもんねこの間はリハーサルの時に味は美味しい味は美味しいの見た目はやばいですけど味は美味しいですただ沼ってね日目まずかったカレーとはまた違ったその時に食べるみたいなあれかの味に似てんねん分かりましたよ僕味噌汁ご飯じゃないですか

いやなんかもともとそんなに米米を炊いて食べるっていう感じでもない。あんまりはい自分の中でそのスタイルなくて。またまた忙しいアピールできて。違います違います。荒田スウェーさん。本当本当米を家で食べるのがないんですよ。本当に。はい。だからあの本当食べたいものその日例えば僕キノコ好きなんでスーパー行ったらそこのスーパーに売ってるキノコ全種類買って。へえ。で。 それを食べやすいサイズにカットしてバターで炒めてキノコだけ食べたりとか、えー、僕すごい多分変色だと思うんですよね。<色>確かに、うん、でキムチ食べた方もキムチタイルに買うとかもうなんかその日食べたいものみたいな。 極端にこう思ったらガーって行くんだね。でも、言い方まで、あれやな。アホの一つ覚えた。選ばないね。選ばないね。言い方まで申し訳ないけど、言葉選ばず言うとしたら、アホの一つ覚えた。いや、ちょっと待って、どう言うことか、う。ニティのこのカズキのその沼、マグマに対しての、あの、キノコ、その一品とかみたいなさ、シンプルでいいけど、キムチオンリーで、キノコみたいな。塊焼いてくとか最高。確かにそうっす。ね い,ね、いろいろ食べたりしつつ自炊っていうのはまあねなかなかね、うん、でも立派な自炊ですよ肉焼いてね食べるっていうのはねまあきのこ炒めたり、うん、はい、あ、炒めてますからね,からねなるほど これはね、でもみんなが沼を食べてたっていうのでね、またなんか素敵ですし。あ、沼美味しいですよ。よく食べるなと思って、皆さん。いや、自分が作ってる。そうなんですよ。僕、他の人が作ったあの見た目の飯食えないっすね。確かに。ああ、そっか。ちょっと、そんなね。今度一回、マキさんに作って。ぜひ、沼、沼。マキさん、ほんまに人が作ったあれ。 の結構ちょっとなんかドキドキするんだけどね。でもなんか盛り付けの皿とかによっては、ちょっとさ、中華中華風もあるああ、そうか。俺はでもおじさんくさいタッパーなんで。タッパーなんすよ。ぜひ、ぜひ、あの、一口から。お願いします。ということで、ドーベルマンインフィニティ、これからも活動を楽しみにしてますんで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。